Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tones. 20世紀ロックへようこそ。今日は前回のブリッドポップの続編ての趣で90年代の UK ロックを代表する10曲をセレクトしてみましたよと。人によっては90年代の UK ロックのことをまるっとブリッドポップってくくってたりもするらしいんだけど、なんとなく俺の中ではメロディーがキャッチーだったりカラッと明るいものがブリッドポップで、ビート感やグルーヴ感で押すものとか耳当たりがエッジーだったりするものは UK ロックって分けてたりするのね。なので前回の10曲と今回の10曲をガッチャンコすると90年代のイギリスのシーンを網羅できるみたいな感じだったりするんじゃないですかね。つか今日たまたまこの動画にたどり着いたぜって人に一応お伝えしておくと、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会ってのスタンスで時代や国境を越えてロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとかロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。それでは早速90年代 UK ロック超個人的プレイリストを公開するぜよ。まず1曲目は EMF のチルドレン。彼らはデジタル機材とロックの融合みたいなサウンドにしても、スケーターっぽいファッションにしても、ちょっと前にデビューしたジーザス・ジョーンズと酷似してるというか、どう考えてもフォロワーって感じなんですけど、でもヒットしたのは EMF の方が先だったんですよね。しかも全米ナンバーワンって特大ヒットっていう、それはアンビリーバブルって曲なんですけど、俺が推したいチルドレンはとびきりダンサブルな16ビートのロックンロールって感じで、疾走感というか高揚感が半端ないのね。つかリリース当時は相当画期的なロックの新形態みたいに感じたし、おそらく90年代のロックっていうのはこっちの方向に流れていくんだろうなって思ってたりもしたんですけど、残念ながら世界的にこの手のサウンドが継承された残ったって形跡はないんですよね。日本には MAGE って露骨なフォロワーがいたりするんですけど、でもそれすら完全に忘れ去られちゃってますからね。2曲目はオーシャンカラーシーンのセカンドアルバム、モーズリー・ショールズの絶品オープニングナンバー、リバーボートソング。これイントロから3コードに準拠したギターリフでグイグイ押しまくるんですけど、全くと言っていいくらい目新しい要素がない代わりに、その正統派を印象付ける最高のグルーヴを醸し出してて、ほんとタイトでソリッドなロックでしかない音っていう、こう絶妙に踏み込まれるワウペダルとか薄く敷かれたオルガンとか、ほんと細部まで入念に磨き上げられてる感じがたまらないんですよね。つかこれはちょっと全ロックファンに聞いていただきたい、マジで説明不要の圧倒的な推し曲だったりします。3曲目はライドのデビューアルバム、ノーウェアの冒頭を飾る最高にアグレッシブな大名曲、シーガル。これはいわゆるシューゲーザーっていうか、当時は豪音なんて言われてた歪みまくりの攻撃的なギターが特徴なんですけど、何気にリズムも前のめりで、しかもそこに美しいハーモニーが乗っかるっていう、まあワクワク感が半端ない。こんなん聞いて反応できないロックファンなんているわけないじゃんって、そういうレベルの完璧すぎる音が鳴っちゃってるんですよね。おまけに研ぎ澄まされた世界観みたいなものも垣間見えたりするから、それも一発で虜になっちゃうっていうぶっちゃけアルバムとしてはセカンドの方がまとまりがいい気がするし、初期のシングルというか EP 版にも見逃せない曲が目白押しだったりするんですけど、でもまずは1曲ってことなら迷わずシーガルを全力で押させていただきます。4曲目は90年代初頭というか1991年、突然変異的に登場したガチのパンクバンド、デイジーチェーンソーの Love You Are Money。 これはジャングルビートっぽいドラムとか歪んでなんぼなギターとか、ともすればストゥージズあたりに通じる凶暴さがあって、何気にシンガーも女性版イギーポップって言いたくなるくらいエキセントリックだったりで、それでいて楽曲的にはびっくりするほどキャッチーで、ほんと一度聴いたら忘れない、思わず口ずさんじゃうくらいのとっつきやすさも併せ持ってるっていう、そんなん最高に決まってるじゃないですか。残念ながらシンガーのケイティは速攻脱退しちゃったし、バンドとしてもめちゃめちゃ短命だったんで、今となっては知る人ぞ知る枠なのかもしれないですけど、でも数少ない90年代のリアルパンクスとして語り継いでいきたいアーティストだったりします。5曲目はエラスティカのコネクション。このバンドはドラマー以外のメンバーは女性なんですけど、全然ガールズバンド的な印象はなく、というか相当ソリッドで切れ味抜群なパンク味のあるポストロックって感じなんで、ほんと80年代初頭の曲って言われたら信じそうっていう、ワイヤーのスリーガールルンバモロパクって説もあるんですけど、そもそも90年代のシーンっていうのは壮大なリバイバル時代というか、元ネタをどこに求めるかって勝負だったりしたはずなんで、これはこれで全然ありだと思ってます。つかかっこいいんで。6曲目は90年代どころかオールタイムのフェイバリットを聞かれたとしても相当上位に入る、俺にとってちょっと特別なバンドといえるザ・シャーラタンズのウェアードって曲。
これはもうイントロのオルガン1音で勝負あったって感じだし、そこに16意識のダンサブルなビートが絡まって、なんならシンガーが歌い出す前に最高にクールでスリリングなグループが完成するっていう。あの90年代は全てがリバイバルみたいに言ったばっかで恐縮ですけど、この曲みたいなダンスフロアに映えるというか、クラブシーンにマッチするロックっていうのは、まごうことなき90年代の象徴的がするんですよね。まあ、彼らが生み出したものではなく、いわゆるストーンローゼズ以降の流儀だったりするんですけどね。7曲目はスウェードのメタルミッキー。これは彼らのデビューアルバムに収録されてる、言ってみりゃ新人ちゃんの楽曲なわけだけど、謎にめちゃめちゃスター性を誇示してるというか、そのサウンドがやたらと戦場的で、ギラギラのロックスター復権っての趣があったりするのね。だしそもそもグラム機のデビットボーイっつうか、アラジン星員になろうとしてるんじゃないかって感じのナルシスト系シンガーが、ミック・ロンソンばりのギタリストを連れて登場って、それはそれだけでリリース当時のインパクトは相当なものだったんですけど、なんか気づいたら知性派のロック兄ちゃんみたいなスタンスにシフトしてたっていう。まあだからこそ俺的にはデビュー当初の彼らを支持っていうか、今も初期の作品に魅力を感じてたりするんですけどね。8曲目はタイトルからしてそのものズバリなプライマルスクリームのロックス。彼らはアルバムごとにスタイルが変わって、それこそアシッドハウスみたいなこともやってたりするから、リアルタイムで追っかけてても実像が捉えづらかったんだけど、この曲で打ち出してるのは70年代初頭のストーンズというか、スワンプ的なアプローチで、こうブラスとかコーラスの取り入れ方もいかにもそんな感じっていう。なんだけど聞こえてくるサウンドには全然渋い印象はなくて、むしろキラキラのロックスターイメージを放ちまくるっていう、そのあたりがこのバンドならではの魅力というか、魔法的がするんですよね。まあ、言葉で説明できるものではないんですけど、でも実際に聞いてもらえば一発でわかるっていう、そのあたりもまさにロックスって感じなんです。あ、ちなみにロッド・スチュアートがカバーしてたりもするんですけど、それめちゃめちゃ最高なんで、ぜひ合わせてチェックしていただけたらと思います。9曲目はシェットセブンのスピークイージー。彼らはオアシスと同じ94年デビュー組で、まあ、その年にデビューしたバンドっていうのは異常に多いんですけど、でも特にオアシスとニアというか、その楽曲的にはすこぶるオーソドックスで、なんだけど往年の名曲に負けないだけのパワーがあるっていう。しかもシェットセブンの場合はとことん贅肉のないバンドアンサンブルを追求しているようで、ほんとギターとベースとドラム以上っていう。そもそも楽曲の構造自体がシンプルだからこそ、メロディーラインが引き立つ、シンガーが際立つって気がするし、もう俺にとっては彼らこそが理想のロックバンドだったりするんですよね。てかこういうバンドがやりたかったんですもん。でラスト10曲目はケミカルブラザーズのセッティングさん。これはサンプラーやシーケンサーといったデジタル機材を駆使して形作られた、当時としては最先端のサウンドって感じなんですけど、でもそこで表現されてるのは実はロックそのもので、なんならビートルズのトゥモローネバーノーズみたいっていう。これ気づいたらそうなったっていうより、最初から意図的にトゥモローネバーノーズを下敷きにして90年代仕様に仕立て直したのは明白で、言ってみりゃ進化系リバイバルって感じ。ある意味この曲でロックは次のステップに突入して、それまでとは別物になっちゃった。その本人たちには古き良きロックへのリスペクトがあったとしても、結果的に完膚なきまでにぶっ壊してロックの歴史に終止符を打つことになっちゃったって気がするんですよね。つかそんな曲でシンガーを務めてるのがオアシスのほとんどの楽曲を手掛けてるノエル・ギャラガーっていうのも面白い巡り合わせだなって思うんです。ってことで90年代 UK ロックを代表する珠玉の10曲を選出したわけですけど、多分この辺りのシーンに愛着がある人ほどめちゃめちゃ違和感あると思うんですよ。その意図的にビッグネームを外してるように見えると思うんで。なので言い訳的に補足しておくと、ブラーのポップシーン、オアシスのロックンロールスター、あとレディオヘッドのクリープ、デストンローゼズのベッキングユー、最後にバーブのビタースイートシンフォニーを加えて15選ってことにしようかなってさっきまで迷ってたんですけど、でもなんか潔くないなって、それ誰に忖度してんだよってなっちゃって、実際選んだ10曲どれも最高だし、自信と誇りを持って俺の責任セレクトだって言い切れるんでね、ちょっと納得できないなって人にこそ今日のプレイリストは聞いてみてほしいですね。あのこの動画の概要欄にリンク貼っとくんで、ぜひチェックしてみてください。それでは今日はこの辺で、ベタなロックに乾杯。